猪島前期6ヶ月って言います。よろしくお願いします。さあさあさあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。猪島前期6ヶ月です。よろしくお願いします。はい。今回はですね、前回中日ドラゴンズの、2020年の開幕ローテを予想しました。で、今回はですね、2020年の中日ドラゴンズのですね、リリーフ陣はどんな選手が食い込むのかなっていうのを、予想して、考えてきました。見てください。はい。まあ、2019年の、リリーフ陣が、初めの方は打たれましたね。とにかく、ボッコボコ。やっぱ、鈴木博志投手がね、すごく苦戦しましたね。はい。でも、そこに、ライデル・マルティネス投手とか、ロドリゲス投手が計算できるようになったんですよね。で、抑えに岡田投手が入ってから、もうめちゃめちゃ、リリーフ陣は、安定しましたね。ロドリゲス、マルティネス、最後に岡田っていう、7、8、9がね、計算できるようになったからね、これはすごくでかいです。先発ピッチャー6回を持たせればね、なんとか、勝ちにつなげることができるっていう勝利の方程式ができたんですよね。なのでね、本当にもうね、とにかく、このライデル・マルティネス投手と、ロドリゲス投手、岡田投手がね、2020年は欠かすことのできない戦力となります。はい。ではね、どんなリリーフ陣を考えてきたのか、猪島前期6ヶ月はそれを見ていきましょう。こうです。はい。ね、前回やりましたね、上の先発。今回はこの真ん中の、リリーフ陣いきますね。まずこのロドリゲスとマルティネスね。ロドリゲス3勝、マルティネスが2勝でも勝っ、そう。なぜかというと、2020年に中日に在籍しているかどうかがね、ちょっとまだわかんないんですよ、これが。ひょっとしたらね、他球団がね、お金を積んで持っていっちゃう可能性もこれ十分にあるんですよ、この2人は。特にロドリゲスはね、左投げで、マックス159キロのツーシームを投げるんですよね。で、ロドリゲスの成績はね、ちょっと調べたら、防御率が 1.64、64試合登板ですよ。これね、こんないい成績上げたら、どこの球団も欲しがる。多分メジャーもね、多分調査入ってると思います。はい。で、このね、ライデル・マルティネス投手もね、防御率 2.66 で、登板数43ですよ。いいピッチャーだ。これもひょっとしたらね、取られちゃう可能性もある。でもね、マルティネス投手はなんとかまだ残りそうという報道が出ました。でも、このロドリゲス、このピッチャーがね、残るかどうかね、なんかネット情報だと山本昌さんがね、なんか巨人に決まるかもみたいなことを言ってたんですよ。いやー、でも、ロドリゲスがいなくなったらね、また中日のリリーフ陣崩壊しちゃうんでね、なんとかね、マネーゲームしてでもね、ちょっとロドリゲス投手は本当に僕は残してほしいと思います。はい。で、次はこの福投手4勝ですね。はい。あ、この名前の横にあるのはこの勝ち星の数ですね。2020年こんだけ勝ち星を、乗せてほしいなっていう数字です。福投手は4勝。ね。2018年は結構ずーっと育成だったんですね、肩を壊して。でも2018年か2019年には支配下に復活したんですよね、福投手が確か。はい。いつだったっけな、福投手復活したの。いつだったっけな。そうそうそう、右肩、左肩の故障で育成枠で。6月に2軍で実戦復帰、以降は好投をつけ、7月中に2017年まで差を追って34と思います。あ、今年の7月にどうやらですね、調べたら、育成から復活したそうです。はい。復活してから、いいピッチングしますよね、福投手はね。このロドリゲスと福が本当に2枚看板でね、2019年の中日ドラゴンズのね、リリーフ陣を支えてくれましたね。やっぱりちょっとね、左肩を怪我してね、復帰したばっかなんでね、ちょっと休みで2020年は投げてもらいたいと思ってますね。でもやっぱ成績もすごいですね。登板数52で防御率 2.05 抜群。でもやっぱりロドリゲス選手とね、副投手2枚でちょっと左の、リリーフ陣を支えていってほしいですね。はい。ね。次はこの鈴木博志投手ですね。2019年はちょっとやっぱりコントロールに苦しんでましたね。もうキャッチャーがもうこうやって通ってましたから。こうやっても頭の上にどんどんボールがいくんですよ。キングレルポーズもねしてたんですけども、それもやめてね、やめて、あと2軍に落ちてからずーっともうね、2軍暮らしが長かったですね。はい。やっぱりライデル・マルティネス投手とかね、あと祖父江投手、あと藤島投手とか出てきちゃってね、ちょっとね、1軍に食い込むのが難しかったですね。でもね、やっぱり優勝するんだったら、鈴木博志投手の力は必ずいりますね。イレブンスポーツで見たら、2軍でリリーフで登板したら、低めにね、150キロのいいストレートがね、決まってたんですよ。はい、だからまあ、2020年もね、僕はやってくれると思ってます。ね、鈴木博志投手は2勝、まあ、防御率はまあ 2.5 から3点台を期待しています。はい、次、又吉投手と、田島選手ですね。この2人の復活なしでね、中日ドラゴンズは優勝することは難しいと思ってますね。はい、やっぱこの2人がね、まあ、年間35から40試合投げて、まあ、又吉選手2勝、田島選手1勝して、防御率がまあ、3点台から3点台後半最低ね、これぐらいの成績を上げてくれることができればね、まあ、なんとかリリーフとして1軍で投げることはできると思います。でもね、2人ともやっぱりその、長年ね、ちょっとリリーフで投げてきた時の金属疲労っていうのがやっぱ出てきてるんですよね。特に田島選手はちょっと最近近年ぽっちゃりとしちゃったんですよね。一時期は本当にもうね、素晴らしいいいピッチングして、もうスプリットがキレッキレだったんですよね。ぜひあの時のピッチングを取り戻してほしいと思いますね。又吉投手にも期待してます。又吉投手はまあリリーフ陣がね、ひょっとして盤石なら先発ピッチャー陣のまあ6番手ぐらいで投げていいのかなとも僕は思ってます。はい。で、あと、祖父江投手ですね。祖父江投手はね、やっぱずっとリリーフとして頑張ってもらってますね。はい。今シーズンはね、祖父江投手はですね、まあまあいい成績を上げたと思います。はい。でもちょっとね、やっぱり安定感に欠けるところがあるんで、まあ、右ピッチャーの、まあ、2番手、3番手ぐらいの、登板ですね。ビハインドか、まあ、同点ぐらいのところで、まあ、投げてくれればなぁと僕は思ってますね。2019年シーズンは、登板数44で防御率が 3.11 となってますね。はい、まあ、これぐらいの成績を毎年、祖父江選手には期待したいと思っています。はい、で最後、藤島投手ですね。いいピッチャーですよね、藤島投手ね、本当にいいピッチャーだったと思います。はい、僕は先発よりも中継ぎで投げていってもらいたいと思ってます、藤島投手は。はい、本当、フォームがね、かの巨人の大エース、上原浩二さんとね、フォームが似ていてね、多分上原投手のビデオ、相当見たんでしょうね、投げるテンポも速くて安定してますよね、低めにストレートがどん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 いきますね、非常に打ちにくいピッチャーだと思ってますね。それで、2019年は、登板数32、防御率 2.48 っていう、最高の成績を上げましたね。はい、いや本当もうね、これ、ひょっとしたらマルティネス投手がいなくなったら、その代わりはもう藤島投手しかいないと思ってますね。はい、結構障害になっちゃったんでね、もったいない。ちょっと指と相談しながらね、中継ぎを支えていってほしいと思いますね。藤島投手はもうね、まだ若いんでね、本当にこれから期待したいピッチャーとなっておりますね。で、抑えは岡田投手でもう決定ではないでしょうかね。はい、岡田投手。2019年は防御率 3.58 で、登板数は53、セーブが13ですね。でも全然、岡田投手はですね、僕、抑えとしてもやっていけると思ってるんで、今回30セーブは期待したいと思ってますね。はい、左ピッチャーでね、ちょっとね、スリムな体から信じられないようないいボールをね、ガンガン投げるんでね、ぜひぜひ、岡田投手の30セーブ以上を、期待します。で、勝ち星がね、先発中継ぎ合わせて71勝なんですよね。で、優勝するには最低やっぱ80勝はしてもらいたい。だから残り9勝は、山井投手とか吉見投手、あと福谷投手で3勝、9勝で80勝までいってほしいと思いますね。はい、あと、まあルーキーの、東芝から入った、岡野投手とか、あとドラフト2位で入った橋本投手、左投げのね、まあ、ここら辺にも、期待はしています。はいね、最低でもやっぱり80勝できる、投手陣にはなっていますし、80勝僕はできるピッチャー陣だと思っています。はいね、以上が、猪嶋全治6ヶ月が考える2020年リリーフ陣となります。はい、やっぱリリーフもやっぱ若いですね、若いピッチャーが多い。特に藤島選手が若いですね。あとね、マルテン選手まだ22とか23なんでね、はい、これからもどんどん、活躍してバンバン投げていってもらいたいと思います。はい、今回の動画は以上です。長い時間どうもすいませんでした。やっぱちょっとね、言いたいことがいっぱいあってね、10分以上かかってしまいました。はい。で、次回の動画の内容はですね、根尾選手について語っていこうと思います。根尾選手はショートとして使うべきか、外野として使うべきか、セカンドもありなのかっていうのをね、僕なりに考えて、動画にしていきたいと思っております。はい。では、本日の動画はここまでとなります。長い時間見てくれてどうもありがとうございました。失礼します。